皆さんいらっしゃいませ。週に一度コザの街に1時間だけオープンする鈴カフェ。この番組は人々が集うカフェをコンセプトに、ご来店いただいた素敵なお客様とともにおしゃべりを楽しむトーク番組です。この鈴カフェの店主、沖縄のモデルタレント事務所カラーズに所属しておりますタレントの前城美鈴です。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さて5月31日火曜日、5月ももう最後の日です。今日も1時間生放送でお届けします。さあお聞きいただいているオープニングナンバーは WB で Baby Baby です。番組の放送当初からオープニングナンバー、そしてプッシュナンバーとして WB の楽曲を起用しているわけなんですが、今日はなんとその WB がゲストでお客様として来ていただいています。今日は早めにちょっと紹介します。 WB のななみとかなんです。はい、サイサイ WB です。 W のななみです。 B のあかなんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はねちょっとななみちゃんが用事で途中で抜けちゃうので早めにゲスト紹介してます。はい、ついに来てくれましたね。したついについにやっとですよ、来てくれて。本当いらっしゃいませね。カフェですよ。ラジオはでも慣れてるでしょ。はい、毎週やってるのでね、はい、まあそこら辺も おいおい聞いていきます。はい、はい、この番組ではメッセージはお待ちしてます。 WBA のメッセージもどんどんお待ちしてますので、メールアドレス 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、ファックス 098-934-8653 098-934-8653 まで、ぜひぜひお寄せください。そして FM コザではユーストリームとツイキャスでネット配信もしています。かわいい WB をぜひぜひ映像でも見てください。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらからもぜひぜひお楽しみください。コメントもお待ちしております。よろしくです。はい、この番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りします。ここで1曲いつもの曲いきましょうかね。じゃあちょっと曲振りをお願いしますね。はい、私たちのニューシングルからです。聴いてください。 Hang in there。ドキドキ。
お届けしましたのは WB でハングインデアでした。鈴カフェお届けしてますのは前城美鈴です。よろしくお願いします。さあ本日のお客様、沖縄で今大人気のガールズユニット WB のお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めて一人ずつ自己紹介しましょうか。はい、はい、サイサイ WB です。 W のななみです。 W だよ、 W 覚えてる、 W カナンです。はい、よろしくお願いします。ナナミとカナン、ナナミが17歳でカナンが16歳、そう、女子高生、現役女子高生の2人です。よろしくお願いします。そう、やっと来てくれたっていう話なんですけど、今ね WB 大人気で忙しいじゃないですか。ありがとうございます。ね、本当ですよ。もう大変じゃない、学業との両立っていうか。あ、楽しいから続けられるっていう、ね、さすがだね。で、県内だけじゃなく県外でもライブ活動して、はい、どうですか、はい、最近。あ、もう結構、うん、内地、うん、東京とかでやると、うん、結構、あ、沖縄っていいねって本当にこういう子がいるんだみたいな感じで、結構じゃあ東京でも広めとくねって。あ、で、そう、あ、本土でライブすることによって本土の人が沖縄いいねって言ってくれるんだ。そう、で、いいね、で、東京の学校でも、うん、ベイビーベイビーやったよとか、なんかたまにやってみたって動画でオレオとか流れてそう、学校の様子で。沖縄から日本全国、うん、日本全国から世界に、うわー、ダブルビー来てますね。流行りそうっていうか、流行りそうだもんね。まあ、もう流行らせます。曲もね、キャッチーだし、ね、このね、番組のプッシュナンバー、そしてオープニングでもいろいろ流してますが、はい、2人にとってなんか一番お気に入りの曲とかってある？やっぱりハングインデア、新曲のハングインデア、新曲の先に流したプッシュナンバーのおすすめですね。でも、うん、自分の中で結構好きなのはベイビーベイビーなんですよ。オープニングのね、もっとのやつです。ダンスも、ダンスも可愛いしね。、はい、見てください。コメントもいっぱい来てますよ。アッキーさんから、アキジャベさすが若いな、元気元気って。元気ですよね、本当に。もうエネルギーの塊みたいな。まあね、女子高生ね、そうじゃなくちゃ。ね、2人ね、学校行ってるじゃあ、女子高生、現役女子高生、学校ではどんな子？学校では結構多分うるさい。やっぱりもううるさくて、もう学校ではじゃないよ、いつもだよ。やっぱこの感じは変わらないのね。そう、ななみはね、もううるさくてギャーギャー言って、うん、
もうなんだよみたいな、ちょっと静かにならないのかみたいなタイプ。悲しいイメージがあります。なるほどね。カナンは？カナンは逆になんかもう静かですよ。え、本当？なんかそんなギャーギャーしないです。まあクールっぽいっちゃクールっぽいもん、ね、しかも人見知りなんで。人見知りっぽい。友達がいないとずっとボンってしますこのこの感じでボンってしてられされたらなので余計人も寄ってこないんですよなるほどね、まあ、クールビューティーでね、まあ、近寄りがたいオーラはちょこっとあるかもしれない、ね、いいんじゃない。クールビューティーで近寄りがたいみたいな、ね、それだったらなんか素晴らしい感じがする、ね、素晴らしいですね。なんかこの学校とかでなんか今流行ってるものとかハマってることとかってあるの？あ、学校とかなんかパーティーとか流行るみたいな。うわ、めっちゃおしゃれさ。なんで、うん、パーティーって。パーティーっていうかなんか楽しいことが流行ってる。なんか食べに行こうとか、なんかあのホームパーティーしようとか。うわ、すごいね。大人みたいな。そう、ちゃんとドレス着てやったり。今時の女子高生ドレス着てホームパーティーするの？そう、グラス冷やしてしっかりなんかシャンメリーみたいなので、そうそうそう、でもジュースみたいな最近の女子高生はカナンもすごいって言ってるけど、そう、でも学校では結構なんかもうわちゃわちゃしてる感じですね。あ、ずっともう楽しくわーって感じ。やっぱ学校でもちょっと正反対っていうかそんな感じの感じなのかな、うん、そうだね。ねえ、まあ WB といえばやっぱりファッションじゃないですか。ファッションがね、やっぱ今日も毛玉の入るじゃないよね、スカートも可愛かったりとか、いつもカラフルなね、まあ、ファッションチェック、ツイキャスユーストリーム見てくれてる方は分かると思うんですけど、いつも可愛い洋服着てるんですよね、二人ともね。なんか気にかけてるっていうか、このファッションについてありますか？自分らしく、うん、もうカラフルに行きたいな。あ、カラフルね、いいよね。カナンは？カナンはなんかもう普通に選んでしまったら真っ黒になるから、ちょっと色物をちょっとずつ取り入れるようにしてますね。でも自分も女子高生の頃はもう本当に黒とか白とか、一色になりますよね。一色になっちゃってて、今はこうやってねカラフルなのね、すごい羨ましいなって思う。まあね、水たちの時代そんなにファッションっていうファッションみたいなのはなかったっていうのも、でもね、今の子たち小学生、まあ保育園幼稚園生からおしゃれじゃないですか。もうびっくりしますよ、本当。すごい可愛いよね、本当にね、すごいなって思うんですけど、メールが来てるので読みたいと思います。はい、ラジオネームみちゅうさんからいただきました。ありがとうございます。何日ぶりぶりかわからないけど、だいたい1週間ぶりぶり。ハイサイスズ、今日もバカみたいに元気に生きてるということで、ありがとうございますもういつ死んでもおかしくないみちゅうですよということで、いつ死んでもってやばくない？死んじゃダメだはい、そして今日のゲストは なんとやっとついに WB イエーイということで、イエーイということで WB のお二人さん、はじめまして。はじめまして。さてさて、実はみーちゅー WB のことはほとんど知らなくて、ちょっと前まではそこら辺にたくさんいるご当地アイドルくらいにしか思ってなかったんだけど、すまんということで、でそんなお気楽なレベルじゃないんだね、もう立派アーティストさんね。やったー、アーティストって言われるの一番の褒め言葉だ ね。で WB ってどういう意味って、 WB 名前の由来ってあるんですか？それこれ結構いっぱいあって、うん、W の、 あのこの、ね、見ての通り私が色がちょっと白目なんで白目、ホワイトのホワイトの W で、自分で、でカナンがビグロっていうことであ、ホワイト&ブラックで WB。 はい、だけど、うん、最近は、うん、なんかこの性格面とか、うん、このインドア派とアウトドア派で、うん、あの真逆っていう意味で、あのホワイトとブラックっていうのが、なるほどね、ありましたね。アウトドアのホワイト感のダブルと、うんうん、インドアのブラックっていう感じの、なるほどね、ブラックっていうか、あ、まあ意味もいっぱいある、そのダブル。はい、はい、してシングルハングリーでもかっこいいさ、やったー、ミュージックビデオもカラーズらしくカラフルでダンスもキレッキレで大好きさーってきてますよ。 FM コザのライバル曲、某 FM 沖縄の言っちゃってるなこれのまーちゃんこと、まーちゃんの番組も聞いて笑かしてもらってるよっていうことで、おありがとうございます。ありがとうございます。してからに WB のステージの司会としては、うん、スーズ姉さんすっかりお決まりになっているけど、うん、二人にとってスーズ姉さんはどんな姉、ね、
ステージ終わりにチクチク小言を言われたり裏でしばかれたりしてないね。実は、嘘でしょ。実はね、もうこみすんでね、こんなね、もうこなっても怖いね。もう優しいでしょ。いや嘘です、超優しいよ。ということでWB の2人にとってスーツ姉さんはこれ言っとけば上機嫌じゃないもんだぜっていうポイント何かありますかっていう。ミスズネーネー久しぶりって言って、うん、あーなんか可愛くなったとかえ、そう褒めとけばミスズは上機嫌ってこと。そうそうそうえ、WB に言われるの嬉しいみたいな言うからなるほどね、まあ褒めとけばミスズネーネーは上機嫌だそうです。褒めてください皆さん。いっぱい、あ、コンティニューコインがいっぱい来てます。コンティニューコイン、コンティニューコインっていうのはツイキャスって30分単位でしか配信できないらしく、このコンティニューコインが5枚集まるとライブを30分延長できて1時間配信することができるんですよ。そうそうそう、いっぱい来てます。初めてかも、こんなにいっぱい来てます。ありがとうございます。やっぱり WB パワーかな。 WB パワーすごいですね。はい、いっぱい来てますよ。アミさんからバイ WB のキャス嬉しいということでありがとうございます。沖縄大好きさんからも来てます。 W と B でホワイトとブラックということで、ケインさんよりこんばんは、この番組は初見ですということで WB のために来てくれたんですかね。ありがとうございます。やっぱすごいね、いっぱい来るね、メールも嬉しい。あ、また沖縄大好きさんからラジオ、あのメッセージも来てますよ。カランカランミスこんばんは、今日は夜勤明けで疲れたさ、お目覚めのコーヒーお願いします。うん、あそこにいるのは某 FM 局のコーナーも担当しているWB 先輩じゃないですか。WB 先輩ですよ。いかんいかん、 WB のななみちゃんとカナンちゃんではないですかということで、改めてこんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、鈴カフェネーム沖縄大好きアイビーンということで、さて今日のテーマ、あれ、テーブルの上にせんべいがある、ラッキーと思って取ろうとしたら飲み物によく使われるコースターだった話ではなくテーマは振る。こうやってね、いつもボケてくれるんですよ。はい、なるみ今コースター探してどこにあるんだろう。今日はゲストに WB と聞いて急いで駆けつけました。ミス WB のななみちゃん、かなんちゃん、お久しぶりですということで、ありがとうございます。 WB の新曲ハングインデアやっと手に入りました。タワルコさんで予約した DVD も手に入りましたよ。よかった。そう、 CD 全部揃えました。おいつも楽しく WB の CD 聴いてますということで、今度サインよろしいですかって。どうしよっかな。どうしよっかな。悩んどる悩んどる。いいよね、サインしてあげてください、はい、そしてまーちゃんさんの某番組のコーナーも聞いてますよ。今日も楽しみにしてます。今日この後、今日は火曜日、今日この後だ。それも楽しみにしててください。はい、9時半からです。はい、ハングインデアの PV 見ましたが、とってもかっこよかったです。聞いているとノリノリになって元気ももらえて、とにかく最高っす。お二人のイベントを初めて見たのは去年のイオン那覇でのイベントです。それからライブに足を運ぶようになりました。 WB の曲聴いていると元気になります。今後のライブも楽しみにしてますということで、さて、はい、お二人に質問を考えたのですが、 WB として新しく挑戦してみたいものはありますか。今日も最後まで楽しく聴きます。あ、もうこんな時間では、サイクリングじゃなかった、最後まで放送局なんか惜しい。最後まで放送縛りよ。鈴カフェネーム沖縄大好きでした。ではギャラリーでカランカランということで、WB として新しく挑戦してみたいことありますか。挑戦してみたいことは、もうたくさんの、今年はのた、もう去年以上にたくさんの、あの内地ライブをやりたいなと。ね、はい、ね、東京ライブとか大阪ライブとか行ったことないところにもライブ行きたいなっていうことと、あと今 WB 新しいこと結構やってるんですけど、これは今シークレットということで、まあ発表お楽しみっていうことで、ね、はい、ライブで見れますので、いいです、ね、楽しみにしてください。かなちゃんは何かやりたいことありますか。ね、WB でフェス。おぉ、WB フェス。いいですね。いいですね。っていうカナダのカンボーディス。WB フェス絶対楽しいよね。楽しい。野外、屋外でやりたい。屋外でやりたい。いいね。で、なんかめっちゃカラフルにしたいですね。ああ、そうか。まあね、まあ、WB はね、カラフルっていうイメージありますからね。まあ、さて、あの、いつも、あの、また CM 明けにやってる、あの、思い出の一皿っていうコーナーなんですが、ちょっとななみちゃんが19時半には出ないといけないということなので、ななみちゃんだけちょっと先に思い出の一皿紹介してもらいます。はい、さて、ななみちゃん何持ってきていただきましたか？これって、うん、あの、何でもいいんですよ。何
何でもいいよ、何でもいいよ、それについてお話しするよ。それについて、はい、びっくりしますよ、みんな。いいですか、はい、いいですか。3、2、1、ドン。じゃん何これ。これ掃除道具何ほら、たわしと、これはあのなんかほこり取るやつ、はたき、ポン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 。あ、これね、あの、まあ、ラジオ聞いてる方にはあのお伝えできするのがちょっと難しいと思いますがあの顔が描かれたはたきとブラシ、ちょっとかわいい水色とピンクの、そうそう、ね、ツイキャス見てる方は分かると思います。これ思い出、思い出。これはどういう思い出があるんですか。これは東京ライブに行った時に、うん、あの一目惚れして買ったら掃除道具だったっていう。掃除道具って分からないで買ったら掃除道具だった、うん、そうかわいい、あのバービー人形みたいな感じなんですよ、うんうん、これこれで、でもこれでホコリ取ったりするのは嫌だ、ね、やだ。そうよね、うん、そうよね。これはすで、これで掃除したこととかはないです掃除道具なのに、うん、あの絶対磨きたくない。これ髪の毛汚れちゃうもんほら、これ髪の毛で洗うんですよ掃除道具なのに観賞用、うん、そう飾ってるのね。飾ってますてかたまになんかさファッションにつけたりするよ、ね、これをどうやってポケットに入れて、あ、歩く。もう何でもファッションにしちゃう、さすがファッションニスタ掃除道具もファッションにみたいなねさすがですよ。もう49人見てくれてますよ。やばい、ありがとうございます。コメントもいっぱい来てます。アイニョンさんから見てるよ、アイニョンちゃん、ということで、やっぱ来てますね。沖縄大輝さん、楽しみ方いろいろ、ほこり取ったら先発しなきゃねとか、まあ、ほこり取る気はないみたいなので、ありませんね。はい、まあね、あの後ほど告知もしますが、 WB 東京で行われる夏イフェスに出演が決定したということで、おめでとうございます。上でこれも一緒に放送しよう、最後まではいね、すごい規模のフェスだし、すっごい有名な方々も来るじゃないですか、ね、はい、緊張する？意気込みとか。緊張しますね。ね、だってね、本当に有名な川本誠さんだったり、香原朋美さん、南野陽子さん、鈴木宮茂さんとか、はい、今人気の水曜日のカンパネラさんとか、ね、いっぱい来るじゃないですか、はい、どうですか、こんな大きな規模のフェスに呼ばれた意気込みは。もう、うん、WB を見せつけるしかないんですもうでも沖縄での WB をそのまま持ってってほしいよね、はい、WB にはねだ、もう WB らしくね、うん、もうみんなをビビらす感じで、ね、沖縄にこういうのいたんだみたいな、全然本当にもっとね配信したいよね、うん、WB もっといろんな人に知ってほしいよね、うん、ね、本当にそう思いますけどね。だから別にもうなんかビビらないで、うん、もう緊張もしないで、緊張はしない、もうドーンっていきたいですね。あ、今の時点で緊張とかは全然しない、かなもしない、大丈夫ま、でも WB が緊張してるところって、あの結構長く一緒にやらせてもらってますけど、あんまり見たことないよね、うん、しないね。緊張、今まででなんかここでめちゃくちゃ緊張したみたいなことは、あ、学校は結構緊張します。学校で発表したり、なんかこの発表ちょっと発表するだけでも学校は緊張しますWB としては全然なのに、ななみ全般的に緊張しないですじゃあ、ななみちゃん特殊じゃないですか、ちょっともうなんかね、あの誰の前でもどこでもななみじゃないですか、なんかそういうとこやっぱいいよ ね今何に反応してるのかな大丈夫大丈夫、うん、はい、ななみ緊張しないそのままだね、そう、いつものななみちゃんじゃないですか。いろんな人、年上なのにさ、うん、先輩なのに、うん、めっちゃやばいこと言ったりね、なんかちょっとヒヤヒヤしますよね。ヒヤヒヤするんだね。リキさんから県代表でぶちゃまかしてくださいとか、素晴らしいとか来てますよ。ぜひぜひ沖縄県代表でね、いろんな方々と交流しながらぶちかましていただきたいと思いますが ね同じ事務所なんですよ、カラーズ。自分もカラーズで、カラーズのアーティスト WB なんですが、レッスンしてるところとかね、たまに見たりするんですけど、すっ
こいいんですよ、努力家でね、誰にもね、振り付けとかも結構自分たちで考えたりとかね、すごいじゃないですか。もうなんか全部自分たちで、はい、このライブの構成曲とかね、うん、全部自分たちでやるじゃないですか。で、自分がなんか同じ年頃の頃とかってなんか遊びたいみたいなのが優先的で、そんなにね、そんなやりたいことみたいなことやってるっていうのはなかったんですけど、なんか2人が頑張る理由とかってあるんですか？頑張る理由は、うん、とにかくもうビッグになりたいっていう世界のスーパースターになりたいっていう、もう一心で、もう一心があるから、うん、もうできますね、レッスンとかも。WB 苦しいとか、もっと遊びたいとか思ったりとかすることはない？あー、たまに遊びたいなっても思うけど、うん、でもいや、今頑張れば絶対スーパースターになれるからって思います。あー、すごい、もう女子高生の考えじゃないですよね。カナンは？カナンは、うん、大丈夫です。え？待ってください、今ナナミの話で終わる気満々だったんで何も考えてませんでした。いいよいいよ、言って言って。何の話してたっけ？自分で言ったんだ。自分でまさか来るとは思ってなかった。思ってなかった。嘘でしょ。待って、めっちゃナナミの話で、あ、そうなんだな、レッスンの話、レッスンの話、苦しいとか思わないのっていう話か。そう、あ、遊びたいとかは思いますけど、でも、うん、ちゃんと遊んでるんで、この学校でとか、ちゃんと両立は、レッスン休みの日とかにはちゃんと遊んでるんで大丈夫です。しかも家帰ったら漫画読めるから大丈夫。なるほどね。そうだね。すごいな、 WB の B の方ですよね。 B の方ですよ、カナンさんですよね。今どっかに行ってましたよね。やばい、どっか行ってましたよね、ごめんなさい。あ、ラジオ中ですよ。はい。はい、まあそろそろね、ななみちゃんがお時間となって、また、ね、あの後半からはカナンちゃんだけどお願いするんですが、なんとさっきのみーちゅーさんからのリクエストで WB のハラミナが来てるんですよ、はい、リクエスト、うん、なので曲振りしてもらって、ななみちゃんはここでまた遊びに来てくれますよね。あー、もういっぱい呼んできました。もう全然いっぱい、ね、もうななみちゃん個人的にもね、呼ぼうと思うので。あ、いいですね、うん、ぜひぜひ来てください。なんだって。カナンもね、その時はね、カナンも個人的に呼びますので、ぜひぜひ。じゃあ最後にかいちゃん、ななみちゃんにハラミナの曲振りお願いしようかな。一緒に言ってもいいですか？じゃあ一緒に言いましょう。はい、はい、それでは私たちのファーストシングルから聴いてください。ファラミナ。素直に近づく派
白みすずの鈴カフェ、前白みすずと素敵なお客様、今日今度からは WB のカナンと一緒にお送りします。引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、マイクに近づけてしまうので、はい、はい、大丈夫や、聞こえてるかな。はい、番組も中盤なので、さっきななみちゃんとやったんですが、このコーナー行ってみましょう、はい、思い出の一皿。このコーナーはお客様自身に何か思い出のあるものを持ってきていただいて、お客様と思い出を共有していこうじゃないかと、そういうコーナーになっております。さてさて、さっきななみちゃんは、はい、すごく見そう見えない掃除道具、掃除道具に見えない掃除、おしゃれな掃除道具、掃除をしない掃除道具持ってきていただきましたが、はい、かなんちゃんの思い出の一皿は何でしょう。はい、てりりりでんでん、お WB タンブラーです。お、これグッズにあるわけではないよね。ではないです。世界に2つしかありません。ナナミとカナンでの WB タンブラー。はい、これは、うん、WB1 周年記念の時に、うん、プレゼントしてくれて、ファンの方からのプレゼントで、はい、あれ、WB の、うん、デザイン、あ、デザイン CD とかをデザインしてくれる、あのキングショーファクトリーの金城さんから、あの方から、あの方から某某あの方から、某あの方から某してもらって、これはもう世界に、そうですね、2つしかないタンブラー、欲しい人ね、いっぱいでもいるんじゃないですか。これあげない。グッズ化とかする予定とか全然ないですか。言われてくれないです。ね、いいですよね、これね、ね、これ、ね、私も欲しいですもん。めっちゃ可愛いですよね。WB のロゴが入ってカラフルだし、ちょっといいですか。はい。ね、ほら、結構ね、すごい、結構ほら、ね、カラフルです。カラフルでね。WB。世界に2つの WB のタンブラー、さすが WB できてます。沖縄大輔さんからありがとうございます。ね、それもね、思い出でね、いい、なんか今までファンの人からもらった、おおすごいと思ったものとかありますか。おーすごいと、あ、あります。あります。そんな力強く。なんか靴につけて、うん、なんかローラーシューズになるみたいなのがあって、靴につけて、靴にシャリをつけるんですよ。この横にガシャンってつけて、そのローラーをもらって、しかも転がしたら光るんですよ。めっちゃ可愛いと思って、WB のライブでできないかなと思うくらい。なんか某アイドルみたいにならないんですよ。大丈夫ですか。大丈夫。なんとかたいみたいにならないですか。大丈夫ですか。古い古い、大丈夫大丈夫、縦じゃないんで大丈夫。あ、大丈夫。なるほどね。はい。はい、そうね、さっき CM 中に話してたんで、このカナンちゃんの前髪、このやっぱね、 WB って髪型とかもかわい、すごいかわいいじゃないですか。この前髪をこうやって半分だけ短くて半分長いみたいな、このアシンメトリーな感じの前髪にするのは、なんか勇気みたいなのは いらないかったんです。切るみたいな。最初はほんと斜めだったんですよ。あれ斜めっていう予定だったのに。そうよね。お母さんがもう頭痛いっていう状態で切らせてしまったので、カナンが頭痛いっていう中切ってもらったら、そしたらこんなになっちゃいました。この前髪は、はい、偶然できたもの、偶然できたもの、頭が痛いお母さんが偶然出来上がったもの。そう、お母さんも天才ですよね。なるほどね。で、あ、これいいじゃんってなったってこと、うん、なっちゃいましたね。それもうトレードマークみたいになっちゃってるじゃないですか。 なんか次はどんな髪型にしたいとか。次は真ん中のらへんの前髪はこんぐらい、眉上で、うん、でよっ、ま、っと前髪の横は眉毛。え、顔の中でおかっぱを作るってこと。で、後ろ髪はそのままストレートで。顔面おかっぱを作るってことね。顔面おかっぱ作っちゃいます。どういうこと。なんか今、姫カットなんですけど、うん、伸びたんで、それはもう伸ばして、うん、ここで姫カットしちゃえみたいな。この顔の範囲でしちゃえみたいな感じで。顔面姫カット。やりたいなって思ってますね。なんなの、カナンちゃんは。何なの。一体新しい髪型を生み出そうと生み出したいの、頑張ってますね。
はい、まあいろんな髪型、まあ、今後のかなちゃんの髪型にも注目っていうことでやっていきますが、まだメッセージ来てるので、はい、お、ありがとうございます。いきたいと思います。ラジオネームおじさんバリバリさんからいただきました、ありがとうございます。みずちゃん、 WB のお二人、今ちょっとかなちゃんだけですがこんばんは、こんばんは。おじさんバリバリだよ。しかし WB 元気だね、若いな。さすがにみずちゃんがお姉さんに見えるな。いつもは見えてなかったんですかね。一応今年23歳になるんですけどね。おじさんはみすずちゃんは最近まで高校生と思う。嘘でしょ、高校生じゃないです、私も23歳です。してからに大きなイベントに出るってすごいな。 FM コザにもいっぱい遊びに来てな。じゃあ最後まで頑張ってっていうことで、ありがとうございますね。ます本当にいろんなところに行かないでよ。もう戻ってきてよ、沖縄に。戻ってきます、はい。いっぱい来てますよ。ラジオネーム武蔵さんからいただきました。みすずさん、ななみさん、かなんさん、こんばんは。武蔵です。女子力、女子トーク楽しいし賑やかでいいですね。ななみさん掃除道具可愛いですね。皆さん華やかでとても可愛いですね、ということで可愛いいっぱいいただいてます、ありがとうございます。女子会を拝見&拝聴できてよかったです。最後まで拝見&拝聴&拝見してるので頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。最後までよろしくお願いします。さてさて、もっといっぱい来てますよ。すごい、すごい、もうこんなにメッセージ来るのは初じゃないですか。ラジオネーム島田大好きさんからいただきました、ありがとうございます。さんこんばんは、久々にメールしました。今日はゲストに WB のお二人さんが登場しましたね。今夜も楽しく拝聴しています。この間土曜日のテレビ番組、あのゆきさんがやってる沖縄ボンですねに WB が登場したのでテレビ拝見しましたよ。新曲ハングインデア、本当に最後まで聞くと元気が湧いてきます。それに先月27日のイオン沖縄ライコムで新曲リリース記念のイベント見に来たので最後まで楽しみました。今度は医者と桜さんと WB のコラボイベントがあれば楽しみにしたいです。最後にお知らせを一つということで、沖縄の GS バンド、SS カンパニー CD 発売記念&しんちゃん還暦祝い記念のスペシャルライブがありますということで、このライブの告知ですね、ぜひ皆さん持ちであるみたいなので行ってみてください。ありがとうございますね。本当にレコ初ライブもねすごくてね、まだまだ来てますメールが。これメール読むので終わっちゃうんじゃないかな。上間さん、上間さんからいただきました、どうも。送るのは2回目ですかね。 SPC からサラマンダーと言います。ちょっと上間さんって呼んじゃった。サラマンダーさんにいただきました、ありがとうございます。WB のお二人、最近いろんなメディアで よくお見かけしますね。特にダンスがほんまもんやと印象を受けました。そんなお二人に質問させてください。僕はヒップホップが好きで、イベントなどに参加してフロアで自由気ままに体を動かします。しかし旗から見るとロボットが踊ってるのかと思うくらいとても動きが硬いそうなんです。ダンスをするときに多少マシに見えるようなポイントとかってありますか。これからも頑張ってください、ということで、サラマンダーさんからいただきました。ダンスポイン ポイントダンスすごいじゃないですか。ちょっと結構ちっちゃい時からやってるじゃないですか。やってます ね、はい、ダンスが上手くなるポイントとかコツとかってあるんですか。とりあえず上手くなるにはやっぱり基礎とかが大事なので、うん、とりあえずなんかもう基礎をいっぱいすることなんですけど、うん、なんかダンス知ってる風に見せるには大きく動いたらなんか全然ダンスが分からなくても結構なんかすごいですよ。お踊ってるみたいな。大きく動けばいい。そういう答えをいただきました。思いっきり参考にしてみてください。踊ってください。ありがとうございました。ラスト、ラジオネーム武蔵さんから2通目いただきました。訂正、あ、これはあの先ほどのメッセージの訂正ですね。まだ、はい、2通目もありがとうございます。最後までぜひぜひ聞いてください、ありがとうございます。ということで、いっぱいメッセージもいただいてますが、もうコメントも拾えないぐらいいただいてますが、どうですか。かなんちゃん、この反応嬉しいです ね嬉しいよね、はい、一人でやるとこうはいかない。もう 毎週来ていただきたい。毎週来ようかな。はい、まあ、残り時間も少なくなってきたので、この辺でカラーズのインフォメーションのコーナー行ってみましょう。はい、はい、さっきから手元にあるんですが、はい、なんと WB 雑誌沖縄クラブ6月号の表紙がなんと WB 見えますかね。ツイキャスやってる方は見えると思うんですが、表紙が WB となっております。はい、関東6ページにわたってインタビューも掲載されています。沖縄ちらそうちらあちらいいのかちらあれ関東6ページ6ページ
担当じゃなくて、あったー、あったー、すっごい可愛い写真もいっぱいあるので、ぜひぜひ沖縄県内のコンビニ書店にてお買い求めいただけます。県外の方は沖縄クラブのホームページからぜひぜひご購入ください。そして先ほどもちょこっとお話はしたんですが、お笑い芸人 DJ として本土で活躍されているやつい一郎さんが今回で5回目となる芸人、バンド、アイドル、文化人が混在するジャンルレスの大型エンターテインメントフェス、やついフェスティバルをツーデイズ1万人規模で今年も開催します。過去のフェスは全てチケットが完売になっているこのフェスですが、なんと1日目6月18日土曜日に WB の出演が決定しました。イエーイ、ありがとうございます。大舞台ですよ。ぜひぜひ頑張っていただきたいね。爪痕、爪痕です。はい、ぶちかましていただきたいですが、お問い合わせは東京03-5458-4681、03-5458-4681、蔦屋大磯までお願いいたします。そしてそして、かなんちゃんからも一個あるんよね、はい、あります。6月25日土曜日に那覇アウトプットにてBy All Power ライブ出演します。ちょっと間違えた。お、時間とか場所はまだ見て、はい、ということで、時間は調整中とのことで、ぜひぜひ、はい、Twitter、あの、Facebook チェックしててください、はい、そして、はい、カラーズではモデル、タレント、レッスン生を随時募集しております。レッスンの内容も充実、茶山町美浜に専用のスタジオを構え、キッズから大人まで参加できるスクールを開講しております。一般ウォーキングレッスンからボイスレッスン、ダンスレッスンなどなど、いろいろなレッスンがあります。無料体験も行っておりますので、興味がある方はぜひぜひどしどしお問い合わせください。そしてカラーズ WB ホームページやツイッター、フェイスブックのチェックもよろしくお願いいたします。すべてのお問い合わせは098-923-3358、 098-923-3358、 カラーズまでをよろしくお願いいたします。はい、インフォメーションのコーナーでしたけど、ちょっと噛んじゃったね。でもあの告知、自分を噛むのよいつも。告知だけじゃないんだけどね。はい、告知噛みますよね。告知噛むね。ニキさんよりやついフェス楽しいよっていうことで、おお、行ったことあるんですが、行ってみたいですよ。個人的にはクリープハイプさんとか、岡崎体育さんとか出るんですよ、自分が大好きなね。そう、行きたいんですけどね。なんせ東京渋谷。いいなあ、いいなあ。沖縄大好きさんからもいっぱいコメント来てまして、さっきの沖縄クラブですかね、絶対買うとか来てますよ。買ってくださいよ。ねえ、ぜひぜひ。買ってくださいよ。ねえ、本当ですよ。ありますが、さてさて、そろそろもう残り時間も残り10分ぐらいになってきましたが、はい、エンディングです。はい。エンディングです。エンディング。エンディング曲ね、変えてくれるんですよ。あ、そうなんですね。そう、できる。BA さんが。さて、エンディングです。あらちゃん、何か言い残したことはありますか？言い残したことは、WB、Twitter、Facebook、ホームページ、Instagram、4つの SNS やってるので、皆さん、チェック&フォローよろしくお願いします。ね。いつも2人でやってる。1人じゃ寂しい。そう、ななみちゃん、とはね、いないから、まあ、話するっていうわけではないんですが、あのね、共通の趣味っていうか、あって、実は2人とも、アニメとか、漫画とか、大好きなんですよね。最近なんかハマってるものってありますか、漫画とか。最近は、神様の言う通りが17巻出て、やばかったですね。いいよね。でも、すごく売れた漫画とか面白い漫画とかって実写化になることが多いじゃないですか。うん、それについてと思う。実写化はちょっと苦手なんですよ。そう、そうね、そう、あのね、そう、おーって思う時もあるけど、おーって思う、ね、両方ありますよね。ね、そう、そうなのよ、うん、なんか漫画でしか出せないこの音とかってなんかあるじゃないですか。そういうのがちょっとあーで、いいところなのにこの音みたいな。そうよね、そうなのよね。そうだからね、それもね、実写化はね、自分もあんまり苦手っていうかね。そうで、自分が思い描いてる、このキャラクターはこの人だろうなっていうものってやっぱりあるじゃないですか、人それぞれであるので、なんかあれですよ、合わないです。そうあ、この人じゃないっていうのもね、ありつつ、まあそんな
アニメが大好きな、あの漫画が大好きなかなんちゃんにまた何がおすすめだよっていうコメントも最後までお待ちしておりますので、リキさんから WB ツイッターフォローしましたということで、ありがとうございます。沖縄大好きさん、アニメの実写化に関しては分かるな、あ合わないものもあるさっていうことで、ねえそうよね。まあまあ最後にエンディングなんで、はい、沖縄クラブまた宣伝しておきますか、はい、沖縄県内のコンビニ書店で販売中です。沖縄クラブ6月号 WB が表紙、そして関東6ページインタビュー、あのね掲載されてますので、ぜひぜひ手に取ってじっくりと WB を、かわいいかわいいので、すっごいかわいいので眺めてください。よろしくお願いしますね。かわいいこれね、見たいんだけど買ってみたいっていう、このみすずの私の見せないんかい見せないんかい、ね、今日はねいっぱい見ていただいて、ほらもう50人も計50人も見ていただいて、メールもめちゃくちゃいっぱい来て、本当にねすごいいい回だったんじゃないでしょうかいつもねいい回なんですが、また来週も頑張ろうと思います。また遊びに来てくれます？はい、また呼んでくださいね。え、ねえ、ま、お待ちします連絡をはい、最後ね WB 流したいんですけど、 WB の曲ってもう一曲流してないやつなんかあったりしますかね。ちょっと調べてもらいましょう。オリオが流れてないかも。お、あのカラフルな PV でもおなじみのオレオ。ジニアスも流れてジニアスも流れてないそうですが、何かありますか？どっちにします？どっちにしますか？どっちかありますかね。探して、じゃあ探してる間にお話ししておきましょう。はい。はい。リキさんからムツゴロウさん的な視線で見守りたいと思います。ありがとうございます。ね、本当に今から本当に今からね WB もっともっと活躍していくと思いますので、ぜひぜひ、まあ、今後もたくさん応援していただきたいなと思いますが。はい。はい、何か言い残したことありますか、かなちゃん。言い残したこと、うん、昨日の出来事いいよ、いいですか、言ったらいい、言ったらいい、いっぱい言ったらいい。昨日友達の誕生日で、うん、であのサプライズで家に行って、はあのドア開けたらハッピーバースデーっていう予定だったんですけど、ろうそく買うの忘れて一回友達の家入ってろうそくとチャカマカしてって言ってそれでもう一回外出てでピンポンするっていう、もう分かるんですよ、だからドッキリじゃないんですよ、なんかもう、ね、玄関の前でハッピーバースデーしてるみたいなそういう出来事がありましたね昨日それちょっと話したくて、話したかった、はい、言いたくてうずうずしてた、ね、うずうずしてましたそれはもうサプライズじゃないです、まあ、そういうのも楽しいですね失敗でしたが、ね、いいじゃないですか。あれガランちゃん誕生日は10月です、ね、あ、で、ナナミも10月じゃないですか、二人とも10月よね、うん、10月ですね、ぜひぜひもうあのサプライズしてね、サプライズしてねはい、あの可愛い曲があったみたいなので、最後ガナンちゃんに曲振りして、はい、またね来週ということでいきましょうかね。はい、はい、さて鈴カフェそろそろ閉店のお時間です。今週もありがとうございました。また来週も聴いていただけると嬉しいです。ゲストに WB のカノンちゃん、ありがとうございました。この番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りしました。鈴カフェ、お相手は舞城みすずでした。またのご来店を心よりお待ちしています。ではエンディングナンバーの曲入りをかなちゃんお願いします。どちらですかそれでは私たちのデビューシングルから聴いてください、オレオ。それでは力を信じれたら、涙なんて忘れられたら、きっともっと楽しくなる。笑顔が見
続けるよ最後まで二人の